こんばんは、鹿沼です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。これはですね、1年の中間地点6月ということで、2023年上半期のベストスキンケア大発表していこうと思います。私の肌は敏感で乾燥肌なんですけど、 YouTube 初期に比べてめちゃくちゃ綺麗になったと思う。敏感だからこそスキンケア選びは本当にこだわらないと肌が終わるので、今回はそんな私が選び抜いた上半期のベストスキンケアなので、ぜひぜひ肌悩みがある方は参考にしてみてください。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかままでお過ごしください。もうめっちゃ最悪なんですけどすいません、現在別撮り中なんですけど、なんとクレンジング洗顔化粧水部門が音取れてませんでした。っていうのを家出る15分前に気づいてバタバタ撮ってます。ちょっと別撮りなんですけど、声だけこれで入れていこうかなと思います。ごめんなさい。というわけで、2023年上半期ベストスキンケアクレンジング部門はこちらです。シュウエムラのアルティメイトスプリムビューティークレンジングオイルでございます。しかも何がショックって、音取れてない前に動画消えちゃったんですよ。だから2回撮り直してて、この動画呪われとるかもしれん。私が敏感乾燥肌なので、まあオイルクレンジングは毛穴洗浄にもなるから、まあ、肌にね負担がないためにも週に 1,2 回とかにしてたんですけど、このシュウエムラのクレンジングは結構ね、肌当たりというか突っ張り感が全くないので、普通に毎日使えてます。もうね、1本使い切ったので捨てちゃって今手元にないんですけど、結構私が YouTube もメイク動画で1日 2,3 本撮ったりすることがあって、メイク何回もオフしたり、撮影とかでね濃いメイクした時もアイメイクリムーバーで今まで落としたりしたんですけど、もうこれ1本で全部落ちるってぐらいしっかり化粧が落ちるのに肌に負担が少ないんです。テクスチャーはこんな感じで、オイルなんですけどしっとり感があって、潤いを補充してくれるような洗い上がりです。一応ね、ダブル洗顔不要とは書いてあるんですけど、洗顔もしてます。しかも夜の化粧落としだけじゃなく、これ朝も使えて、肌本来あるべき潤いっていうのを失うことなく、余分な皮脂だったり睡眠中に溜まってしまった汚れをね除去してくれて、メイクのりをね良くしてくれるそうです。まあ、私は朝全然違うジェル洗顔使ってるんですけど、まあ、皮脂がね気になる方とかは朝も使えるよっていうアイテムです。しかもシュウエムラのクレンジングっていくつか種類がありまして、今回私が使っているのがややしっとりタイプなので、乾燥肌さんでも使えるクレンジングですし、肌がねちょっとオイリーで気になるなって方とかはさっぱりタイプとかもあるので、ぜひぜひ使ってみてください。続いてがですね、2023年上半期ベストスキンケア化粧水部門でございます。アクセンのモイストバランスローションでございます。すいません、これもですね使い切っちゃったので今現在手元にないんですけど、撮影してる日がねラスト1滴ぐらいでした。本当に肌が荒れやすいので、スキンケアはDプログラムのピンクをライン使いしてるんですけど、そんな私でもこっちに切り替えようかなってぐらいすごい良かった化粧水です。あの金額がね非常に高いんですけど、普段使ってる化粧水が結構なくなるのがすごい早いというか、私がもうバシャバシャ使いたいタイプなので、一回買うときは高いなって思うけど、使っていくうちは大容量なんでもったいぶらず使えるというか、何回もね買いに行かないといけないっていうめんどくささもないですし、モイストバランスって名前だけあってすごい保湿力が高い化粧水でございます。でベタつかないのに一日中肌を潤わせてくれる化粧水なんで、まあ、これからの季節はね、あの暑いけどクーラーとかで室内で乾燥することが増えてくるので、乾燥肌の私は油断できないんですよね。本当に癖がなくって、あの生理前のなんかニキビができてるわけではないんだけど、肌がちょっとごわついてちょっとザラザラして調子悪いな、化粧のり悪いなって時とかももう大発揮してくれる化粧水です。本当に敏感肌さんにもおすすめできるし、アルコールとか多分入ってないので、うん、ヒリヒリ私はしたことない。まあベタつきもね一切感じさせないので、夏とかもすっきり使えると思います。続いてが2023年上半期ベストスキンケア洗顔部門はこちらです。センカのパーフェクトホイップA でございます。センカのパーフェクトホイップって結構いろんな種類があると思うんですけど、これがしっとりしてるんですけど毛穴ケアもできて、だけでも毎日使えるような洗顔料です。これがねセンカ史上最強の泡らしくて、ちょっと泡立ててきます。泡立てるとこんな感じ、結構少量で泡立てたんですけど、もう本当に濃密な泡で、もう泡自体がねすっごくへたりにくいので、しっかりすっきりと洗い切ることができます。本当にね泡がすっごい細かいので、肌のね凹凸しっかりと洗い流してくれて、ほんとミクロレベルのね小さな汚れだったり古い角質もね綺麗に洗い流してくれます。ちょっと拳汚れてるので洗っておきます。
見て、ほんともっちもちじゃない？ちょっともう食べちゃいそうなぐらい泡立ちがいいんですよ。だからこの泡立ちの良さでも本当にコスパいいなって感じるし、これもですね、洗い上がり突っ張りを感じにくいので長く使えそうだなって思いました。ちょっと普段使ってるね、洗顔料がもう2000円超えするもので、低価格でいいものに出会えたっていうのがもう本当に嬉しくって、一応ね、まあ毛穴ケアではあるんですけど、全体的にバランスの取れた洗顔だなと思いました。で、キメがね、すごい整うので、なんかね、肌のくすみとかもね、パッと飛んだような気もします。なんで早く出会わなかったんだって感じなんですけど、私こういうシールね、取りたくないんですよ。で、続いてがですね、ベストスキンケア特別編の洗顔です。こちら。ごめん、めっちゃ汚いんですけど、デュオのザ・ブライトフォームでございます。これ、ドンキのね、購入品の時に紹介したんですが、それからなんだかんだ、週2ぐらいで使ってて、ほぼ入ってないかも。ちょっといろいろね、デメリットはあるんですけど、その分ね、結構肌が綺麗になってきたの、この効果な気がするんですよね。デュオのなんかブライトフォームシリーズはいろんな種類があったんですけど、これがなんか BK と書いてあって、乾燥肌さん向けの毛穴ケアって感じですかね。これ泡がね、すごくって、こういうね、グレータイプの炭泡なんですけど、洗顔ではあるんですけど、洗顔とマッサージ料、そしてトリートメントマスクという3つの役割があります。せっかくなんでちょっと顔に塗ろうかな。まあ、数滴取って顔にこうやって伸ばしていきます。目とね、唇は避けて塗るんですけど、ちょっと部分ごとでいいかな。でも、まあ、私は45秒ほどパックする感じで、これで放置で、この間にまあ体洗ったりして、なんか暇つぶしやらして待ってます。で、まずこの泡でね、マッサージ効果があり、さらにね、44種類の美容液成分配合しているので、それでね、肌のトリートメント効果があるそうです。いつもはね、もっとガッツし洗うんですけど、ちょっと今日服が汚れそうなので、これぐらいで。で、小鼻部分とかね、鼻周りはしっかりとくるくる回すように洗ったりして、汚れを浮かして取ったりで、若干ね、全顔に塗るとピリピリする、ピリピリというかパチパチするような感じ、痛く全くないです。ちょっとパチパチっていうのが炭酸の弾けるような感覚はしますね。私の場合は全然痛くないです。というわけで洗い流していきます。洗い流してきました。めっちゃなんかスッキリした気がする。まあ、なんか泡だから爽快感もあるし、まあ、私の場合多分毎日使うと負担になるだろうから週1、2でやってるんですけど、すごいちょうどいい頻度かなと思います。ちょっとね、使った後引っ張るかもしれないので、私は結構早めにね、化粧水スプレーとかして乾燥しないようにしてるんですけど、で、最初に言ったね、デメリットなんですけど、こんな感じでね、洗顔した後放置してると泡がね、出続けるんですよ。だからね、このちょっと出ちゃう泡が毎回もったいないなと思って、使い切るまでにこの泡多分普通の洗顔3回分ぐらいなりそうなぐらい、なんか余韻で出ちゃうんですよ、この泡が。まあ、そんぐらいですかね。なんか気になる点は、本当にね、肌どんどん進化し続けてると思うので、今回のね、洗顔たちも私の肌にすごい合ってたんだと思います。なんか結構似たようなね、肌の方、視聴者さん多いと思うので、何か洗顔悩んでる方いましたら試してみてください。で、続いてがですね、まあ美容液部門はですね、今回ありません、ごめんなさい。まずそもそも新しいものにそんな出会っていないのと、多分去年紹介した、まあ、オバジとかラルーシュポゼのナイアシンアミドで、ずっとエスティローダーの美容液なので、浮気せずずっと使い続けてるので美容液はなしです。ということで、クリーム部門いきます。クリームはね、2つあるんですけど、夜用と朝用。まず夜用に入ったのがこちらです。ドクターエルシアのアズレン 147HA インテンシブスージングクリームでございます。これはね、 YouTube でも紹介しちゃってるので、やっぱりって思った方もいるかもしれないんですが、すごい良かったんですよ。クリームはね、まあまあこってりしているので、乾燥肌の私大優勝です。最近よく見かけますが、韓国ですごい注目されている天然成分のアズレンっていうのが配合されてまして、まあ言ったら歯科成分のライバルみたいな感じかな。これね、カモミールから抽出された成分らしくって、まあ汗もとかね、肌トラブルとかにも効果的だそうです。ちょっと今肌乾燥しそうなんで塗ろう。まあ、肌がね、すごいごわついてしまったりとか、揺らいでる時にまさにもってこいで、特に女の子生理前、肌トラブルから肌を守ってくれて、ダメージ肌をね、穏やかに落ち着かせてくれるっていう効果があります。これ毎日は使ってなくて、特に今日めっちゃ肌使ったなって時とか、日焼けしたなって時とか、それこそ生理前1週間とか、あ、これからニキビできそうだなっていう予感あるじゃないですか。で、食生活荒れてしまったりとか、まあそういう時はもう予防としてまず塗っておくと、肌がめっちゃ
ちゃ荒れにくくなる。肌のバランスをねコントロールしてくれるので、まあ、ちょっとねストレス溜まった時にでもね癒しの効果として塗ってあげるとすごくいいと思います。まずこれがね叶えてくれる効果っていうのが4つありまして、まず1つ目が老化防止、まあ、肌をね老化させる原因でもある紫外線、外部刺激、皮膚汚染から肌を守ってくれます。10年前の肌ケアが10年後に現れるので、将来のことを考えてケアすることって大事だと思います。で2つ目がスージング効果、配合されている白キクラゲの栄養素が免疫力を強化させてくれるので、アトピーだったり免疫不全に効果的らしいです。そして3つ目が保湿と弾力ですね。さっきも出てきた白クラゲっていう成分がこの肌のねもっチリ感というか弾力を高めてくれる効果があるらしいんですよ。最強じゃない白クラゲ。そして高い保湿保持力で肌をねしっとりさせてくれる効果があるらしい。そして最後はですね皮膚免疫効果ですね。肌のバリアをねより強化して強い肌にして健康的な素肌に導いてくれるので、それこそ私皮膚がめちゃくちゃ薄いんですよ。だから肌を育成してね強くしなきゃって常に思っているので、このクリームにはねそういった効果も入っているので、まあ、それこそね赤みが出やすい方とかは皮膚が薄い可能性もあるので、私と一緒でね同じ悩みがある方はぜひぜひ使ってみてください。そして次が最後です。2023年上半期ベストスキンケア日中用クリーム部門はこちら、カネボウのクリームインデイでございます。まあ、これですね一応化粧下地日焼け止めっていう役割がある朝用クリームなんですけど、田中みな実さんがね紹介して大バズりしたアイテムで、その影響で私も買っちゃいましたが、本当によくって毎日塗り込んでます。お高いです。中のクリームはこんな感じで、まあ、スパチュラついてたんですけど、まあ、いつも綿棒とかで取ってますね。まあ、結構これ高いのでちょっともったいない気もするんですが、もう本当に最強だったんですよ。SPF が20プラスで PA3 プラス入っている日中用クリームなんですけど、日焼け対策もしながらしっかりと肌をケアしてくれるようなアイテムなので保湿力すっごい高いです。しかもねあの化粧のりがすごいよくって、まあ、これプラス私下地は塗るんですけど、これ下地の役割もしてくれるので、まあ、めんどくさいなって時とかはこれ塗った後にもファンデーションだけで十分で、基本お家にいる時もスキンケアの最後にこれ塗って、もう家のねカーテンからも紫外線は入ってくるので、まあ、ちょっとしたね紫外線からも肌を守りたいので、もう日中は基本的にこれ塗ってる状態。今こっちの拳だけ塗ってるんですけど、そんなねなんかトーンアップ白くなるってことはないです。ツヤで透明感が出るっていう感じですかね。すごい透き通ったような肌感になりますよね。もうこれをね朝仕込めば日中ずっと潤ってくれるし、もうファンデ前のもう完璧な土台になります。であとメイクの上からもこれ使えるんですよ。これすごくない？赤ちゃんのね未熟で繊細な肌を包んでくれる胎死から着想を得て開発されたらしいんですけど、肌の上にね膜を張って守ってくれるベビーソフトオイル処方なので、肌がね長時間潤うんです。今こっちの肌だけ塗ってるんですけど、肌傾けるとこんな感じでツヤツヤっとするので、まあ、ちょっとねお出かけ行く時とか、それこそピラティスに行く時とか、これ一個で肌は済ませたりするんですけど、なんかね香りはお花のティートピアっていう香りらしいんですけど、なんて言うんだろう、肌止まりがすごいいいので、上からファンデーション塗ってもスルって伸びてくれますね。ほんとスキンケアみたいな感じなので、ちょっと正直ねこのカネボウに関しては他にね代わりがいないというか、ほんと新感覚のアイテムだったので、ぜひバリ高いんやけど使って損はしないと思います。特に自分用にはもちろんなんですけど、友達とかお母さんとかにプレゼントしたい。本当に日焼け対策って肌の育成になるなって思いました。日焼け止めのね重さが苦手だなって方とかは、多分これだとすごい使いやすいし続けやすいと思うので、ぜひ使ってみてください。おすすめです。以上というわけで上半期のベストスキンケア紹介してきたんですけど、いかがでしたか？本当に特殊な肌で、まあ1日使うぐらいはねどのスキンケアも使えるんですけど、やっぱね1週間とか使い続けると合わないスキンケアっていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。なので基本 LINE で使ってる D プログラムは本当数年もうデフォルトで使ってはいるんですけど、それ以外でもね1週間1ヶ月と長く使っても本当に良かった、リピートしたいっていうアイテムたちが今回紹介したものたちです。なかなかね私のスキンケアのデフォルトの壁を越えるものっていうのはなかなかなかったんですが、肌荒れも
なく、しかも最近どんどん綺麗になっているので、今回のアイテムたちのおかげでもあるのかなと思います。でよかったらですね、皆さんが上半期に出会ったマジでおすすめのスキンケア一つ、何かあればコメントに書いていただけると嬉しいです。一つじゃなくてもいいです、何個でも大丈夫です。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。そして下半期もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。